藤原です。今日も仮想通貨ニュースとチャート分析を配信していきたいと思います。おかげさまでこのチャンネルのチャンネル登録者が6万人突破しました。ありがとうございます。このチャンネルでは仮想通貨について毎日初心者から上級者でも分かりやすく解説してますので、資産を増やしたいという人はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。はい、今日からちょっとね、照明をね、変えてみました。どうでしょうか。なんか賛否両論あるってありそうですけど、ちょっとね、感想あったらコメント欄ください。はい、じゃあ今日もね、ニュース読み上げていきたいなと思います。仮想通貨市場ね、久々にまた全面安という感じで、またちょっと一段下に落ちましたね。理由はやっぱり金融市場がね、良くないっていう状態ですね。まずアメリカで18日が確定申告の納税売りになりますので、まあ、それに合わせてまあ売った人が多かったっていうのが一つと、まあ、相変わらずね、長期金利の上昇をまあ受けて、株がね、特にハイテク株中心にまあ売られているっていうのが良くないということで、株関係の指標もね、ほとんど軒並み下がってますということで、引き続きその株とね、仮想通貨の、相関関係が見られるということで、ビットコインは特にファンダメンタルズかなりいい状態なのに、金融市場全体が良くないから下がってるよという話でした。一方でね、もう一つ、ビットコインの、ね、リスクシグナルが再び上昇してしまってますということで、4万ドルのサポートラインっていうのがね、今まで結構効いてるんですけども、ここ割ってきた場合はかなりね、危ないよと。グラスノードのね、分析によると、下のね、表のところね、ビットコインリスクシグナルっていうのがあって、上に行くほどリスクが高いっていう状態なんですけど、今、ね、少しずつ上がってきてしまってるんですよね。これがまた一段高い価格に上がってきてしまうと、3万ドル付近まで落ちるって可能性もあるので、ちょっと怖いよねって思うんですけど、まあ、落っこちても僕はね、3万6千ドルぐらいでサポートにはなるかなと思います。まあ、上の表にある赤い帯があるあたりね。でここはやっぱり結構ね、2回一応ここで買い支えされてるから、3回目もしっかりね、戻せるんじゃないかなと僕は思ってます。あともう一つね、僕はツイートした、内容になるんですけど、引き続きその取引所にあるね、ビットコインの、数が、少なくなっているということで、かなり売り圧が低下してる状態なんですね。またね、その1年以上保有された、仮想通貨の、割合っていうのがあるんですけど、この黄色い山になってるところ、これが最高値更新しました。だから、今の価格で全然売る気がないビットコインの数がどんどん増えているって状態。で、その数の変化率っていうのが下の紫のところに出てるんですけど、それが上がった時っていうのは結構ね、押し目のところなんですよね、過去にもね。2011年からのこれチャートになってるんですけど、ログスケールで示したチャートね。この、1年以上保有されたビットコインの割合が最高値更新した時に、まあ、その変化率もバンと上に上がってきていて、その後全部価格がものすごく上に上がってるんですよ。で、今もそういう状態なんで、もしかしたら数ヶ月後にはものすごい上昇が来て、また最高値更新していく可能性があるよということ。過去ね、12年間で5回、ビットコイン価格が最高値更新している、状態に今なっているということで、僕はちょっとね、まあ金融市場は今良くないけど、またそれが良くなってきたら一気に上げてくるような相場になるんじゃないかなと思ってますので、ビットコインが今年ね、最高値更新する可能性結構高いと僕は思ってます。で、最高値更新するともういよいよ7万ドル以上とかなんで、日本円で900万円以上とかなるんですけど、それぐらいは上がってくるんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあ次のニュース。次は日本のニュースですけども、日本円のステーブルコインの JPYC を発行する JPYC 株式会社が、アスターネットワークに対応開始したってことをね、伝えました。JPYC は少しずついろんなね、仮想通貨のネットワークに追加されています。今までだと、イーサリアム、ポリゴン、シデン、グノーシス、アバランチっていうことで、5つあったのが、今回6つ目でアスターに、接続されるということになっております。あとね、今回のネットワーク対応に伴って、JPYC の販売所で、JPYC オンアスターネットワークを購入した人を対象に、
先着1万名で1アスターを配布予定ということになってます。ちょ、1アスターってちょっと少ないよね。その辺ちょっとやっぱ日本って下手だよね。なんかほら、海外取引所ってさ、入金するだけでさ、30万円もらえますとかさ、バンバンそういうキャンペーンやったんだけど、日本のなんかその、口座登録したらもらえますみたいなって2000円とかね。今回も1アスターでしょ ?1 アスターってだって、いくら?めちゃくちゃ低いじゃん。20円ぐらいでしょ?だから、少ないよね。本当にね。1000アスターぐらいくれればいいのにと思って。ということで、まあ、日本のね、ステーブルコイン JPYC も、アスターも頑張ってますということでした。あと、アスターが、また新しいニュースがあって、DAPSへの預け入れ総額を示す TVL が、20億ドルね。だから20億ドル、2500億円ぐらいに到達しましたっていうことを言ってます。あとは、4月中に15以上の新規プロジェクトも立ち上がるので、ファンド的にはかなり、注目度が引き続き高いということになってます。はい。じゃあ今日はもうチャート分析していきますが、今日はビットコイン、イーサリアム、アスター、あとステップンの GST と GMT をやっていきたいと思います。ビットコインね、久々に500万円を切っております。3万9000ドルぐらいですね。結構、まあ、垂れてきてしまっているって状態なんですけど、こんな感じで、直近の安値割れましたね。割れてしまってます。だからやっぱり下に行きました、これはね。まあ、この辺で上に行くパターンと下に行くパターンの話ずっと一週間ぐらいしてきたんですけど、まあ、結局下に行くパターンでしたってことですね。まあ、移動平均線がずっとレジスタンスになってじわじわ落ちてくるということなんで、じゃあこれ一旦下振ってくるということなんで、そうするとやっぱこの辺みたいなヒゲつけるようなストーンっていうね、下落あると思います。3万6千ドルぐらいですね。まあ、その辺でしっかり押し目で買っていきたいかなっていう感じ。僕はね、現物買っていくとか、長期ロングを仕込んでいくっていうのは、落ちてくるのを待つって感じ。今週はね。まあ、あとは短期トレード上手い人はショートしちゃって、この移動平均線を超えたところがストップロスにしといて、ショート入るっていうのもいいと思います。まあ、短期的にはね、この2週間ぐらいは下落トレンドなんで、まあ、短期トレードだったらまあショートだよねって感じね。しかもここのサポート終わってるからね。まあそんな感じで一旦下振って上って感じでしょうね。でもまあいい会話にはなると思うので、僕はポジティブに捉えてます。イーサリアムも下に落ちました。2900ドルですね。イーサリアムは、サポートされてたんですけど、日足のこの50日移動平均線に割りましたので、ビットコインと同じように、まあ一旦下振ってくるのかなっていう感じね。で、ビットコインと同じように、ここのヒゲパッでタッチするような感じ、平行チャンネルに。こういうね。で、なると、やっぱり2600ドルとか、その辺、2500ぐらいかな。2500ドルぐらいまで落ちる可能性ありますので、30万円ぐらいに落ちるかなって感じね。で、下振ってきたら、1、2、3回、3回振ったけど、やっぱ割れないってなったら、じゃあ上かってなって、ちょっと勢いづくんじゃないかなと。思いますので、イーサリアムも30万円とか2500ドル付近で押し目買いしていくのがいいかなと思ってます。はい。じゃあ、超好調なアスターですけども、アスターはね、僕はずっと売りだって言って、まあ、ここ数日言ってました。で、やっぱ垂れてきてますので、売っといてよかったんじゃないかなと思います。ちょっとね、バイナンスだと、移動平均線があまり出ないので、OKEX にしますが、完全にこの、10MA、日足の 10MA 割ってきたところから、まあずっと僕売りってね、言ってきたんですけど、今は完全にその下落トレンドが始まってます。で、10MA は割ったので、次 50MA がここにあるんですけど、50MA が価格的には、1.6 ドル。0.1 ドルくらいになります。今 0.2 ドルまで落ちてますので、あと 20% ぐらい落ちきるのかなと思います。で、ここでサポートされるかどうかです。で、サポートされてる感じがあるんだったら、もう一回アスター買っていってもいいかなと思いますね。0.16 ってところはちょうどね、ここの
この辺でレジスタンスになったところなんで、結構ね、見られたと思うんですよね。そこでおしめ買いしていきたいかなって感じね。うん。で短期トレードできる人は、まあ、明日はね、ショートですよね、短期的には。0.16 までショート。はい、じゃあ次、GST 行きますけども、GST を見るのは、まあ、トレード目的っていうよりは、どっちかっていうとね、ステップンのブームが終わってないかの確認を僕はしてます。やっぱり、そのトークンが落ちてくるってなると、ゲーム自体がね、廃れていって、そのみんなその売っちゃって、ゲームやめようとしてるっていうね、証拠にもなるんで、こいつ GST と GMT が下落トレンドに入ってないかっていうのを結構僕見ながらステップン前にちゃってるんですけど、今こういう平行チャンネル綺麗に効いてて、今日もね、落ちたんだけど、地合悪くて、落ちたんだけど、ほら、直近ね、しっかりヒゲつけて買われていってるので、やっぱり人気はまだ高いんだと思います。まあ、アスターとかさっき見たらさ、陰線が丸坊主だったでしょ？うん。ヒゲつけてないわけですよ。で、こっちは逆にヒゲの方が長いんですよ。だから落ちてもしっかり枯れていってるってことなんで、ステップンは、まだこの平行チャンネルを割らないんで、もうちょっとね、上にまだ上がっていくんじゃないかなと。地合いがまた良くなれば、金融市場とか仮想通貨市場が全体良くなれば、またさらに最高値更新する可能性が高いと思いますので、まあ、ステップンはまだまだやっていってもらう。なんか、乗り遅れたとかってよくコメントあるんですけど、別に乗り遅れたとか乗り遅れてないとかなくて、別に今から始めても稼げるので、ステップンやってもいいと思いますよ、僕はね。うん。僕もめちゃくちゃ稼げます、ステップン。GMT ですね。GMT の方は、まだステップンにはね、実装されていませんが、先にこっちはね、バイナンスとか、バイビットとかに上場してるので、こっちはね、トレード目的で気になってるんですけど、昨日ちょっとこういうね、三角持ちは僕描いてみてたんですけど、それ上抜けたかなと思ったら、ちょっとやっぱね、まだね、勢いがないというか、出来高が全然やっぱ入ってないですよね。だから今あんま買われていってないっていうことは、まあ今こんな感じの三角持ち合いなのかなって感じ。うん、下からもちろんこういう三角持ち合いを見れるし、直近はもう一個ちっちゃい三角持ち合い見ていって、まあトレードする人は上抜けたら、買っていくみたいな感じいいかなと思います。うん。ちょっと今綺麗にならなかったんだけど、こんな感じね。あれ？うん。こういう三角持ち合い。これね。でも多分ね、上抜けだと思います、僕、これはね。下に落ちるんだったら、アスターみたいにもうダラダラと耐えてくると思うんですよ。で、こんだけ地合い悪いのに、高値圏で耐えてるってことは、多分結構上に行きたいのが強いと思うんですよね。だから、多分この三角持ち合い上抜けてからまた勢いよくね、上がってくるっていう感じなのかなと思います。GMT と GSE 買いたい人は、バイビットなら両方トレードできますので、動画の説明欄にリンクあります。招待コードね。それ使ったら手数料安くなるので、それでトレードするといいと思います。はい、そんな感じで、今日もチャット分析を、配信してきました。今日の動画役に立った方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。そして動画説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。キャンペーンで仮想通貨をもらえる取引所もたくさんあるので、ぜひチャット見て登録してみてください。それでは最後に、フジマナじゃんけんじゃんけんポン、またね。仮想通貨投資で今一番おすすめの取引所はバイビット。バイビットなら100種類以上の仮想通貨の現物取引と FX 取引ができます。そして、日本の取引所から仮想通貨を送るっていう方法以外にもクレジットカードで仮想通貨を買うという方法ができるので、日本の人にも使いやすい取引所になってます。そして、新しく人気になったコインの上場も早いし、ローンチパッドも充実してます。動画の説明欄またはコメント欄の一番上に、バイビットの招待コード、こちら手数料が安くなりますので、バイビットの口座持ってないって人はこの機会に始めてみるといいと思います。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。フジマナの YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして、Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。